今日民主党の代表選挙の構図が、はい、菅総理と伊沢前幹事長の対決の構図になることが決まりましたが、はい、その構図になったことについて、まあ、民主党を代表するそのイスラエルの EU でもあるわけですから、正々堂々と政策論争を含めて戦っていただきたいと思います、まあ、ここの構図に、なるまで、はい、数日間、はい、若干直接というかありましたが、はい、ただポストを巡って、はい、やるというのが報じられていますが、こうした経緯については何か、はい、まあ、我々はよくわからない、経緯がよくわからないところがあります。いずれにしても、国民の皆さんも同様によくわからないという状況でありますから、そういう中で、選挙に至らず、代表選に至らず、物事が決められていくというのは、国民から見て実にわかりにくいし、開かれた政党とも言えない状況になると思っておりました。代表選挙について、ね、はい、早く期待することですが、こういった代表選挙になるべきだといった、我々は先の国会でこの内外の重要な政治課題、また政権を担う民主党として抱える課題について都に指摘をしてまいりました。モラトリアム状態、政治空白を作るべきではないと、こういうことも申し上げてまいりました。あえて代表選のためにそうならざるを得ないというのであれば、この国会以後に生じた急激な円高や、あるいは株安、そしてこれから懸念される経済の先行き不安等にも対応する形で、しっかりと国民の望む政策論争を堂々とやっていただきたいと思います。菅さんと小沢さんの構図になったことで、はい、特に、昨年の総選挙の際のマニフェストが一つの焦点になるかと思いますけれども、はい、この選挙のマニフェストについては民主党としてそれは民主党自身がお決めになることですが、一方でその考え方を二人違うようにも言われておりますので、その点についてもはっきりとどうすべきかを論争して結論を出していただきたいと思います。代表としては菅さんと小沢さん、どちらがすごくふさわしい人材だろうか。それは民主党の皆さんが決めることですか、我々が決めることではありません。と、まあ、民主党が今回この結果に関わらずですね、はい、党の分裂につながる選挙になるのかということですが、まあ、党の民主党の分裂ということについては、それは全く我々の感じするところではありません。今日お二方記者会見でおっしゃられてましたが、協力し合いながら選挙の後もやると、お二方ともおっしゃってるわけですが、まあ、我々としては見守るということであります。政界再建についてもつながるという指摘ですね。それは我々が決めることではありません。はい、各社さんお願いします。公明党としては、まあ、はい、国内外の課題に、はい、こちらへ立ち向かうために、はい、まあ、国会を早く開いてですね、はい、まあ、民主党の代表選を待っている場合ではないというような主張を持っていて、はい、昨日の晩、まあ、一旦こう、まあ、民主党もその声に応えたのかどうかわからないですが、はい、一旦は、まあ、代表選を回避しようという動きがあってですね、はい、今日結局そうならなかったということなんですけど、はい、この動きというか、まあ、この結果に対しては代表どういうふうに、はい、まあ、経緯はよく分かりませんが、いずれにしても国民的な課題については、国会を開いて、その議論を尽くして結論を出すということに意を用いていただきたいと思っております。まあ、代表選をやるということであれば、そのスケジュールが決まっているのでありましょうから、その国会の召集をその速やかにやるということに努力して、はい、検察審査会の、はい、強制規制になる可能性を控えている小沢さんが、総理になる可能性のある代表選挙に立候補したことを表明したことについては、まあ、それを織り込み済みで、立候補を表明されたと我々は理解しておりますので、民主党の皆さんがそのことも含めて、全てを判断されることだろうと思っています。どちらかが、まあ、代表になるか分かりませんけれども、このままここから国会運営に関しては、公明党としてはこれまでのスタンスというのは変わると思います。基本的にどなたがなろうと、我々としては突きつけた課題について一つ一つ解決を求めている姿勢に変わりがありません。よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。